ボールを捉えて、そのまま。はい、こんにちは、パルクです。今日は無回転の蹴り方で、一番最初に出した動画のある。一番最初にパルク出した動画で、7万再生されてる無回転の蹴り方があるんですけど、その蹴り方で3つのポイントを言ってるんですけど、まあ、その3つのポイントがあっても他にわからないところがあるっていうのでコメントが来てたりしたので、そこについてね、教えていこうと思うので、一番最初のパーデックの動画を見て、その3つのコツを覚えてからこの動画を見てもらえるとね、一番無回転が蹴れるようになると思うので、ぜひそっちを見てからこっちを見てもらえればと思うのでご覧ください。止まってるボールも同じように蹴ればブレる無回転になりますか。あ、今転がして蹴ってるからってことね、うん、止まってるボールも同じように蹴れば無回転になるけど、フリーキックの時に壁いて、まあ、こっちにキーパーいて、こっちがシュート打つってなった時に無回転打つってなったらフォアに無回転打つしかなくて、こっちのニアを打つんだったら超えないといけないから、どちらかといったら縦回転とかこう斜めからこう落ちてくるカーブとかの方がフリーキックとかの時は効果的かなと。実際にその止まってるボールでも同じように蹴れますかっていうのは、止まってるボールっていうのは多分それフリーキックしかないと思うので、まあ、ゴールキックで無回転蹴るとかコーナーキックで無回転蹴るっていう人がいるんであればまた別だけど、まあ、止まってるボールも同じように蹴れば無回転になります。蹴る時の足の指ってグーにしますか。ああ、俺はグーにしないね。開いたままだね。俺を蹴ってるのは完全にここで、この一番硬い部分、骨で出てたけど、硬いところの骨でボールを捉えて、そのままこう蹴ってるから、足をグーにはしないで、別に開いたままそこの骨にやってるから、まあ、グーにしても蹴れるかもしれないけど、グーにして蹴ったことはないです。パーにして蹴ってます、ね。まあ、人それぞれ。そうだね。まあ、グーにして蹴ってみてもいいと思います。それで蹴れるんだったらそっちで蹴ってみても。まあ、これが全てじゃないからね。うん、強いシュートの蹴り方を教えてください。あ、強いシュートね。強いシュートはめちゃくちゃ意識することあって、強いシュートの時はインステップでまっすぐ入ってこっちに重心を変える、転がして蹴った時に右に重心を変えるようにインステップで思いっきり蹴るとだんだん蹴れます。これこう止まったボールの無回転の動画は見るけど、動かしながらの動画はあまりないので新鮮です。確かに素晴らしい。
でも確かに止めてるボール蹴ってる人めちゃくちゃ多いけど、全員フリーキッカーになるのかって話じゃん、うん、11人いてフリーキック蹴るの1人じゃん。無回転を蹴るような位置でフリーキックが蹴れる場面って90分にどんだけあるのって言ったら本当に1回あるか多分ないかじゃん。それを極めるよりも俺はドリブルをして打つ、無回転とかミドルとか打つときもじゃあ3本ぐらいあったとしたら、それで蹴れるようにしとけばそっちの方が絶対に効果的だと思うし、そうやったら転がってるボールで練習した方が僕はいいと思うので、あんま止まってるボールの無回転はおすすめしないってことはないけど、転がってるボールのね無回転どちらで言ったら動画で教えたいなと思ったのでそっちを撮りました。無回転ね、本当にブレ方って分かんなくて、アウトに行ったりインに曲がったり落ちたりどういう動きするかって本当に分かんなくて、それをなんかねどっちに無回転が動くかを蹴れるって言ってる人いるけど、多分それは無理だと思うね。無回転動画で言いたかったのが、インサイドで蹴る無回転ってあるんですよ。多分 YouTube とか TikTok とかみんなが見てる、まあインスタとかもそうだけど上がってんだけど、こう足完全に横にしてこう蹴る無回転があるんですけど、これって威力全然出ないし、インサイドだから内転筋壊す可能性あるし、本当にこれで強いシュート蹴れるかって言ったら蹴れないから、それだったら僕が今教えてるインフロントのところで思いっきり振り抜いた無回転の方が球速いしブレるし、絶対こっちで蹴った方が僕はねいいと思うので、まあ、インサイドで無回転って結構誰でも蹴れるんですよ。インサイドでこうまっすぐ振り抜けば足を曲げないでこのまっすぐ蹴れば無回転絶対になるんで、普通に多分蹴れると思うけど実用的ではない、試合でも使えないしサッカーで使えないと思うので、インフロントでね今日教えたような感じの無回転をね蹴れるようになってくれればいいのかなと思います。一番最初にね話したんですけど、無回転の動画パーデックの YouTube チャンネルで一番最初に上がってるので、そっちを見てからこっちを見てもらえれば、3つのポイントを見てこっちでコメントに対する返答で教えたので、それを見てもらえれば一番無回転は間違いなく蹴れるようになると思うので、この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。では次の動画で。幼稚園から6年生じゃん、すごい。だったら足つけないでそのまま手段する、だからドリブルドリルも今日やったのを覚えてたら家に帰ってもやってほしい、ね、リフティングとかで